小川真也は、滋賀県長浜市出身の元プロバスケットボール選手で、現在は指導者である。日本男子、プロバスケットボールリーグ B リーグの京都、ハンナリーズヘッドコーチ。ポジションは、ポイントガード。183センチメートル、78キログラム。11歳の時に、長浜小学校でミニバスを始める。長浜市立、西中学校を卒業後。 洛南高校に進学。二年生時の二千年インターハイで全国デビュー。初戦の高松商業戦ではスタメンとして出場。三回戦で野城工業に敗れる。同年のウィンターカップでは、一回戦で桜井両太擁する四日市工業に敗れる。三年生の時にウィンターカップで3位に輝き、法政大学進学後も活躍。 大学卒業後の2006年、黒田電機ブリッドスピリッツに入団。2007年、富山グラウジーズと練習生契約を結び、シーズン開幕直後に選手契約を結ぶ。2008年、エクスパンションドラフトにより、地元、シガレイクスターズに入団。怪我と戦いながら2015年有明での試合を、最後に現役を引退した。 引退後は、アドバイザリーコーチ、アシスタントコーチを歴任し、2020年、京都ハンナリーズヘッドコーチ就任。同じ、深夜の名を持つ辻内深夜は、高校の一年先輩であり、竹内兄弟は、高校の一年後輩。ありがとうございます。